コネクティングピープル、人をつなぐ、それが私たちトホビーズです。はい、皆さんこんにちは、 DJ トビーでございます。なんかちょっとみんな涼しくなってくる直前みたいな、なんかじとっとしたね季節ですけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日はですね、ギャラリー T の方から小坂彩子先生をお招きしてラジオとしたいと思います。小坂先生、こんにちは。こんにちは。そうだ、あやぴーことっていうのを忘れてましたけども、なんかトビーとしてる時、あやぴーと。そうですね。きゅっちゃんってる時か。きゅっちゃんとあやぴーのインスタライブ。はい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 。ということで、最近お元気されてるんですか。それが。はい。あんまり元気なんだけど元気じゃなくて、五十肩がひどくて大変なんです、眠れなくて。あ、そうなんですね。五十肩が大変っていうと、肩が上がるんだけど目いっぱいは上がらなくて、後ろに行かない。肩が後ろに行かない。後ろになんかぶつかったりすると激痛が走るっていう。あ、そうなんですか。それ大変ですね。でね、最近少しは、はい、眠れるようになったんですけど、はい、もうね、痛くて目が覚める。痛くて目が覚める。もうだから一日中寝不足、ずっとそれが続いちゃって、はい、ちょっと参ってます。そうですか。ということで、本日のラジオも行ってみたいと思います。DJ トビーのビーズラジオ。はい、仕事で本日もあやぴーこと小坂彩子先生にいろいろ聞いていきたいと思います。なんか前振りが、前振り暗くてすいません。いや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 。ということでね、本日はね、小坂彩子先生にお越しいただいてるんですが、最近ビーズの方には五十肩ってあんまり影響ないんですか。ビーズは大丈夫なんですよ。横に動くだけ、手が横に動くだけ、後ろには動かないので肩が。とりあえず大丈夫なんだけど、家事はね大変。家事は大変なんですか。家事大変です。力入んない。でもなんかあんまりなんていうんですか、フライパンを振るとかそういう時に。フライパン振るとかそのぐらいはまあとりあえず大丈夫だけど、掃除とかする時が。あ、まあ掃除機。そうそう、掃除機とかモップとか。かけるときにきっと QVC かなんかでいいなんか掃除機買ったんじゃないですか。あやぴーなんか QVC だ。そこで QVC 出すなって。いやいいけど。掃除機は QVC じゃないですか。ごめんなさい。掃除機は嵐が宣伝してた日立です。やっぱり嵐。嵐。今嵐じゃないけど。嵐が宣伝してたんですか。嵐が日立を宣伝してた時があって、なんかそうなんですね。そうなんです。でも、嵐が宣伝してたってこと、それはみんなで宣伝してたんですか。みんなで宣伝してました。だから、時の人ニノも。ニノも。はい。もう今ちょうどブラックペアのところでテレビでやってるじゃないですか。やってますよね。すごいよね。あの人。そのところで最近はこうビーズの活動といえば。はい。なんかどういうこと、もう今目の前にこうバッグとかありますけど。はい。今年も去年に引き続き今年もビーズ織りバッグの講習をお願いしてさせてもらうことになって、ありがとうございます。去年作った方がもう講習の当日に来年のバッグも楽しみにしてますって言ってくださって、いや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 。でも形は同じにできないなっていうことで、色違いとかじゃね。ねえ、面白くないじゃない。で今年は口金じゃなくてこういうクラッチバッグ。なんかこうトビーもね、ちょっとそういうクラッチのなんか口金じゃないやつ考えたいですねって。そうですよね。あやぴーと一緒に考え出してもらってね。なんかあやぴーって呼びにくいな。小坂先生としてもう先輩のあやぴーとか結構ちょっと呼びにくいな。ごめんなさい本当。いや、あやぴーって呼んでください。すみません本当。でこのクラッチバッグになったと、はい、そうですね、はい、でもクラッチバッグだけど、はい、チェーンがちゃんとついているので、はい、ここねチェーン今この短くしてますけど、はい、これをもともと長いチェーンがついているので、はい、こうやってショルダーにもなるしポセット風にもなるし、はい、で取り外してクラッチバッグで、はい、取り外さなくてもここの金具が、そうこの金具がなんかいいっすよね、高級感、ね、そうすごいのでこれ、うん、金具の元もちょっと見せてもらったらちゃんと裏にねいろいろ工夫がついてるんですよ。仕立ててもらっちゃうので見えないんですけど、はい、だからこれ折りたためるので鎖をつけたまま中にしまえるっていう。はい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 。今ちょうどこっちはしまった状態。ああ、ね、だからこうやってクラッチとして手に持つこともできるし、はい、かけることもできるってことですか。かけることもで、邪魔だったらこれ取ることもできるんです。あ、確かに、ね、ちゃんとチェーンを取ることもできるので、そうやって何通りにも折った後、仕上がった後に使ってもらえるし、はい、折るのがただ去年よりも量は多いです。すいません。折る量が多いです。まあ、クラッチバッグにするとここのね、蓋の部分ができるのと、トビ口がね、ないやつやってみたいですねって言ったから折るとこ多くなったってことですね。折ると、はい、まあでもある意味こうパズルみたいに折るとこ多い方が楽しいんじゃないですか。折るのが好きな人にとってはね、苦痛じゃないと思います。そうですよね。はい。難しい仕立てはね、職人さんがバッチリ綺麗にやってくださるので。そうなんです。皆さんね、これね、ラジオだけで聞いている方にまずお話したいのは、これ今ね、目の前にね、めちゃくちゃ素敵な黒と、これピンクって言ったらいいのかな、ベージュピンク、ね、ベージュピンクかな、はい、のクラッチバッグがあって、これをね、小坂彩子先生にデザインをしてもらったんですけど、このバッグね、ビーズ折りで折った後、平田さんっていうね、今ビートっていう会社でされているビーズバッグの老舗のお会社さんに仕立ててもらえるんですよね。そうなんです。皇室御用達の会社でしたよね。言っちゃった。言っちゃった。平田さんすごいから。そうなんです。で、こういう講座を今我々シードビーズ協会のビーズルーミングディプロマ講座の資格を持った方たちと一緒にこれができるんです。皆さんもね、もしビーズバッグとか今後作ってみたい方はぜひ小坂彩子先生を訪ねていただいて、ビーズルーミングディプロマ講座、こちらの方もね、認定を取得してみていただいたらいかがでしょうかね。さすがにこれだけ折るにはね、はい、ちょっと基礎ができてないと確かに嫌になっちゃうかもしれないんで、ディプロマを取得した人にお願いしたい。確かにこれ一回もやったことない人、いきなりこれやったら大変でしょうね、はい、いきなりこれだとビーズ折り大嫌いとか言われちゃうといけないんで、はい、はい、ぜひぜひよろしくお願いしたいと思います。はい、折ってる間はみんな楽しいっておっしゃってもらってます。はい、小坂先生もうあれビーズ折り、こうやっていろいろこうやってもらえるのもう結構経ちますよね。そうですね、何年ぐらいだろう。10年ぐらいにはなる。でも10年ぐらいになりますよね。はいはい、でもなんか小坂先生はなんかどうですか、ビーズ折りってどういうところが魅力なんでしょうかね。ビーズ折りは、うん、とにかく無心に折れる。あとまあもちろん柄を考えたりするのも楽しいんですけど、はい、本当にね、折ってて折ることの作業が楽しい。はい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 。繰り返しの魅力っていうやつ。はい。柄間違えないか不安になったりすることないんですか。柄間違えたら外せばいいだけど。それ間違えることありますよ。やっぱ先生でもあるんですか。ありますよ。そうしたらやっぱりそれ針外して、はい、ビーズ取ってもう一回やり直しって。はい、でも簡単にできるので、はい、外すのは。あ、そういうもんなんですね。そうです。いや、トビーとかもうずーっとなんか喋ってるから、トビーとかね、もしかして柄間違ってんのもなんか途中で気づかないままいっちゃうかもしれないなとそれはそれでオリジナルでで、去年もそうだったんだけど、はい、まあ今年にしてもあんまり柄込みすぎると、はい、そこまで慣れてない人にとって折りづらくなっちゃうので、はい、確かに2個1個1個2個11みたいな40目とか40何目の幅になって、はい、全部色が違ってたりすると大変なんで、うん、そこはサクサクと折れるような柄にしました。はい、柄じゃないけどでも一色じゃないので、はい、じゃあもうこれからもビーズ折り楽しみですね、こちらの方も。はい、はい、またね、進化したものが作れていければいいなと、はい、ありがとうございます。トミーにも協力してもらって。もちろんです、もちろんですで、なんか他にもなんか計画があるということをお聞きしましたが、はい、この秋は、はい、私の大好き私の大好きで別にビーズ折りがどうこうじゃないんですけど、はい、ワイヤーワークが結構好きなんですよ。そうなんですね。そうなんです。ワイヤーワーク好きなんですね。はい、ワイヤーも好きで、はい、まあ難しいね、ことよりもそのワイヤーってメガネ止めっていうそのつなぎ方だと、はい、本当に楽しくこう簡単にネックレスできるので、はい、それが好きなんですね。はい、でその講座っていうか講習を、はい、東宝さんでやらせていただくことになりました。イエイ、ありがとうございますありがとうございます。で東宝さんね、いっぱいね素敵なビーズがあるので、はい、これって決めないで、はい、参加者の人に好きなようにこうある程度の組んどいて好きなのを選んでもらって、それを作品、自分のオリジナル的に作ってもらうというような企画にしたんですね。あ、そうなんですね。でも今回はメガネ留めってことは、メガネ留めってみんなメガネのチェーンとかと間違えるかもしれないんですけど、はい、そうじゃなくて、はい、ビーズの連結の仕方っていうんですかね、接続の仕方でファイヤーワークのメガネ留めっていうんですね。あ、接続の仕方でメガネ留めって言うんですね。はい、はい、それを、接続の仕方をメガネ留めっていう。なんだろう、それメガネみたいな形をしてるんですか。そうですね、丸い、両脇に丸い輪っかができるからかもしれない。あ、そうなんですね。結構そのワイヤーワークの中ではこのメガネ留めってすごい大事なところなんですね。はい、まずこれができないといろんなワイヤーワークはできないと思います。できないと思いますって言い切っちゃっていいのかな、わかんないけど。でしょうね、でもね。はい。確かにワイヤーで何かこうものづくりをするときに。はい。絶対に必要なビーズを一つ真ん中に入れてつなぐためのものとかですね。あとこのね、渦巻きの仕方、はい、この渦巻きがTピンのように、はい、扱える Tピンのような Tピンの代わりになるっていうのかな、そんな感じでこう片方は渦巻きにして片方はメガネ留めの丸いのを作る。でこんな飾りとかも、まあこれ一番簡単なのですけど、はい、飾りとかにもなるので、この渦巻きの仕方とかメガネ留めの仕方をまず基礎的に学びていただければなと思って。ちなみにこっちのメガネ留めの方は確か、はい、会員さんじゃなくても、はい、なんか入れるんですか？はい、どなたでもっていう感じです。これはじゃあラジオ聞いてる方の中でも、はい、じゃあこれちょっとどんな感じ、いつあるんだろう。10月25日ですね。はい、10月25日の10時半から16時半まで、はい、講師はもちろんあやぴーこと小坂綾子先生、これ東宝セミナールーム、あ、はい、我々のセミナールーム、はい、東宝東京支店の2階でね行います、はい、ぜひご興味ある方は、はい、日本シードビーズ協会電話 03-6858-3550 までご連絡いただけたらと思います。まあインスタとかそういうのやってますので、何か連絡先気になる方はそちらの方からでも探してみてください。一応 E メールは info@seedbeads.jp info@seedbeads.jp までご連絡いただけたらと思います。もう一つだけいいですか、ね。はいはい、もちろんですよ。ここの、うん。もうこれラジオだからね、ここがもう炎がどれぐらい伝わってるか保証ないですけどね。そのビーズのパーツに一部 NTOB、 あ、小坂先生がやっていただいてるNTOB のジェルを使ってオリジナルに飾れるのもやるので。こんなのつけてみたいなっていうご希望があれば、はい、その当日全部用意して持っていこうかなと思ってます。今は我々ビーズルーミングをね、はい、基本にやっていただいてますけど、小坂で確かいろいろクロッシェもされるし、はいはい、そもそもはビーズワークとしてはかなりゼネラリストというか、いろんなことをされる方なんですか？そうですね、もうさ、テグスの時代からやってるので、はい、テグス、ピン、それからビーズステッチ、ビーズクロシェ、はい、ワイヤー、あと何、なんだ、ビーズ折り。あ、そうなんですか。その中でもワイヤーというのはかなり好きな方の部類なんですか？好きでしたね。はい、本当に。でワイヤーとか使う時って、結構僕トビの方のイメージですけど、天然石とかお好きな方が多いんですか？ああ、好きな方います。そのターコイズとか、そうですね。ああいうのをなんかあんまりこうなんていうんですかね、こう留めつけてったりするのに飾ったりとか、受けに使ったりとか。でも私はね、割とね天然石じゃないんですよ。何？天然石じゃないですか。はい、やっぱクリスタルとかそういうチェコビーズとかそっち系の方が好きなんです。カットガラス系の、スワロフスキーとか。そうですね。今はないけど。ある会社あるからもう何も言っちゃったんですよ。言うのは自由だから。そうだからスワロとかの方が好きなんです。天然石よりも。そうなんです。でももちろん天然石もね、そういうメガネ留めとかワイヤーではすごくよく使われてるので。そうちなみに。もう今更こう、まあ今頃聞いてくるのかっていうかもしれないけど、一番最初にやったのはやっぱりテグスなんですか？テグスです。やっぱりこうビーズ始めた時は、はい、テグスでスタートされたんですね。はい。でテグスで、でもあれですよね、テグスでアクセサリーを作ってたってことですよね。そうですね。なんかビーズの人形を作ったりとかそういうことではない。ああ、どっちかっていうとアクセサリーですね。で子供の頃はビーズのテグスでビーズで指輪を作ってる。ワイヤーとかじゃなくてテグスで、うん、指輪リングとか作った。はい、あのお花の、はい、今でいうちょっと前に韓国ブームで流行った。そうかな。あのこうお花の一個ビーズの周りをこうぐるっと組むみたいな。そうですね。まあそれを子供の頃2枚作ってましたね。あ、じゃあもうその頃から。はい。でも今回は小坂綾子先生からワイヤーワークを学べるということで、ぜひ、はい、皆さんラジオを聞いてる皆さんに特典とかラジオ特典とかないですけども、ぜひね。あやぴー特典があります。あやぴー特典あるんですか？あやぴー特典、講習に来ていただければ。あやぴー特典。あやぴー特典あるんですね。いっぱい揃えてきてるので特典です。あ、それじゃあ当日秘密ってことですか？秘密でわかんないけど。じゃあやぴー特典なんかあるみたいなので、はいはい、ぜひ皆さん楽しみにしていただけたらと思います。特にじゃあラジオを聞いたとか言わなくても大丈夫ですよ。はい。じゃあ皆さんぜひよろしくお願いしたいと思います。はい、お待ちしてます。はい、ということで本日のラジオはここまでにしたいと思います。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。